こんばんは。楽しんどるか。私は今夢が叶ったぞ。一緒にやろう。ライブして、そんな中で本当に11月23日椎名のバースデーでもある椎名の雨穴の記念日45周年がお父さんを迎えられたことが本当に嬉しかったと思います。イエーイ。だから今年も46周年誠椎名のロックスピリットは永遠だから、イエーイ、天国がどんどん賑やかになるけど、ビクトルボンが頑張って楽せんのいけんよ。